はい、速稼塾の久保でございます。今日はですね、有富和孝という方からですね、 Facebook でメッセージが来ましたので紹介したいと思います。この有富さんっていうのは、昨日私に友達申請をしてくださったんですよね。それで私、今友達承認、誰でも受けるんで承認したんですけども、そうするとね、早速送られてきましたね。広島市在住ということなんで、まあ私と同じ町に住んでいたのかなというところでございます。で、最初ご挨拶が入ってまして、まあ、有富と申しますとか書いてますよね。突然の友達申請でびっくりされたと思いますが、とか、日々の投稿を通じていろいろな方とつながりを持てたらなと思い申請させていきましたと書いてますよね。ということは、日々の投稿を通じてということなんで、私のことを十分ご存知の上で、日々の投稿を通じてって意味なのかなと思ったら、多分ですね、見てないんですよね。というのが次の文章でわかります。まあね、FX トレーダーとして活動していますと。僕のような普通の人間でもとかね。なんですかね、この私のこと全く知らないでこれ送ってきてますよね。まあ私もまだ無名ということですよ。同じ広島に住んでいて、速稼塾の活動を最も濃くやってるところで、私が知られてないっていうのはね、しょうがないですね。もしかしたら FX 経験してる方に聞いたことがある名前かもしれません。ないですね。いや、ないですよ、有富さん。すいません。お互い知らない者同士ですね。で、自動売買の仕組みも作っちゃいましたってね。すごいですね。プログラマーなんですかね。で、巷でプチ話題になっている僕の LINE アットはこちらですというふうに、話題になってるんですかね、巷で。なるほど。まあ、こういうことでね、LINE アットの、募集をしてるんですよね、結局。だからこういうふうなセールス方法を私は特に否定するものではありませんけども、まあ私に対してするものではないかなと思うんですよ。ぜひね、FX に興味があるけどもやってない方とか、やってるんだけど勝ててない方とかね。それから、Facebook 友達でもすでにいいねやコメントをし合ってる信頼関係の深い方にしていただくといいのかなと思いますね。で、有富さんのちょっとプロフィール見てみましょうか。ちなみになんですけど、ここにクリックすると見れるのかなと思います。はい。お子さんとね、一緒に写ってますね。で、プロフィールがほとんどわかりませんね。で、家族とのんびりスローライフをしている3児のパパですって書いてますね。素敵ですね。あ、これ宮島の写真とか載ってますね。はい、あ、ジェンカやってますね。ダーツバー、お酒飲みながら巨大ジェンカとかね、ありますね。いや、とってもよろしいんじゃないですか。ホノユってのも中国電力なんですよね。はい、エントリーしました。74万利確とかね。このね、画面なんですけども、このネタをね、明かしましょうか。FX の取引画面って、勝ってる場面と負けてる場面って両方あるんですよ。で、両立てって言って、アカウントを2つ取ってですね、1つのアカウントでは買い、1つのアカウントでは売りっていうものをやるんですよ。そうすると、1つのアカウントで100万円勝つ、1つのアカウントで100万円負けるっていう、そういうふうな2つのスクリーンショットが取れるんですよ。で、実質的にはプラスマイナスゼロなんで、いくらでも大胆にエントリーすることができるんですけども、そちらの方でですね、実績表として、勝ってるとこだけを出すってことができます。要するに、ここに表現されている、これがそうだったわけじゃないですよ。ここに表現されている FX の実績とともに、裏の方にですね、同じ金額負けた実績が存在するってことなんですよ。そうすると、いくらでも、勝利の、報酬画面が作れるってことなんですよね。ですからこういうのを出すのは私はあんまり説得力がないと思うんですよ。そうではなくて、この相場に対してどう思ってるかってことを積み重ねていくことで、なるほどって思える人に対してセールスをしていくのが私の方法ですけどもね。まあセールスしてないですけども。だからこの方ね、有富さんと多分30分もお話しすれば、私がどんな人間かね、もしくは有富さんが FX に対してどういうふうに考えていらっしゃるのかってこともわかるのかなと思いますんで、そういうのはとってもやってみたい。まあ、やらないですけども、やってみたいかなと思います。成功は誰にでも起こり得る。まあ、本当にね、こういう活動私はね、するべきだと思うんですよ、皆さんが。でも、なんかね、叩かれることを恐れたりとか、まあ、今回もそうかもしれませんけど、こういうふうにね、人にさらされること、あ、これオアシスですね。このジム私も行ったことありますよ。会員だったんでね。これね、はい。あ、こういうの送られてきてますよね。だからここに対して、実績画面じゃなくて、チャートに対してどう考えてるかっていうことの方が大事なんですよ。皆さんだったらわかると思いますけども、このね、結果論だけで、もう、押してくるのは、確かに人の心に響くんですけども、じゃあ、
どういう過程を経てそうなったんですかってことがわからないと、本当にね、FX やっていいのかどうかはわからないと思うんですよ。でもこの思考っていうのがほとんどの人にありません。報酬画面とか、結果画面だけを見て心が踊っちゃうんですよね。そうではないんですよ。どういうふうなルートを通ってそこに来たかっていうことの方が大事なんですよね。まあですので私はですね、まあ有富さんのやり方は別に否定しませんけど、私は毎日コツコツとチャートの解説をして、その解説によって、なるほど、説得力あるなとか、確かにそうだよなと、あ、負けてるときはこういうふうに反省すればいいんだっていうふうな教材をね、もう無料公開することの方が分かりやすいかなと思ってるんですよね。はい、では今日は日曜日なんで、FX の相場解説ありませんけども、うん、いきなりね、FX のトレーダーとされてる方からメッセージが来たときに、どのように私が考えてるかってことをお伝えしました。以上です。